マリア・オテロマリア・オテロは、アメリカ合衆国の実業家。ボリビアのラパスにて誕生。12歳の時に、アメリカに移住。メリーランド大学にて、文学修士号を取得。ジョーンズ・ホープキンス、大学高等国際問題研究大学院にて、国際関係論の修士号を取得。ダートマス大学にて、人文学の名誉博士号を取得。1997年。 高等国際問題研究大学院でマイクロファイナンスの非常勤教授に就任。1979年から1984年まで開発人口活動センターにて勤務。1984年から1986年まで国際開発庁において開発における女性の役割向上を目的としたラテンアメリカ担当のエコノミストとして勤務。 1986年、マイクロファイナンスを扱う、非営利組織アクションインターナショナルに参加。ホンジュラス担当融資部長を経て、1989年、新設されたワシントン DC 事業所にて、所長に就任。2000年から2009年まで、会長兼最高経営責任者。中小企業や貧困者向けの融資について、普及活動を行い、マイクロファイナンスを、 世界25カ国に展開した。会長兼最高経営責任者に就任した当初は、有資可能対象46万人、総資産2億7400万ドルであった規模を、在任9年間で、有資可能対象370万人、総資産36億ドルにまで拡大させた。継続維持が可能なマイクロファイナンスの普及について、先導的役割を果たし、 またマイクロファイナンスを通じて女性問題の解消や貧困の緩和を世界に向けて発信する活動もいった。2006年から2009年まで国連顧問。2009年8月国務次官に就任。民主化や人権、労働、環境、海洋、健康科学、人口、難民、移民、人身売買などの世界的問題に対してアメリカの外交政策を監督。 調整する役割を担った。彼女はまた、チベット問題特別調整官も務めた。2005年10月、雑誌ニュースウィークは、アメリカで、最も影響力のある女性20人として、オテロを挙げた。2007年、雑誌ヒスパニックビジネスマガジンは、2007年の、精鋭女性として、オテロを挙げた。同じく2007年、ノートルダム大学はオテロに、ラテンアメリカ功労賞を授与。 2008年エリスト名誉勲章を受賞。ありがとうございます。